ナイジェリア、ナイジェリア連邦共和国、ナイジェリア連邦共和国、通称ナイジェリアは西アフリカに位置する連邦制共和国、イギリス連邦加盟国、およそ1億9000万人の人口はアフリカ最大であり、世界でも第7位に位置する。また、面積も広い国である。西のベナン、北のニジェール、北東のチャド、東のカメルーンとそれぞれ国境を接し、 南はギニア湾に面子大西洋に通ずる。ナイジェリアの行政区分は36州及び市とアブジャ市を要する連邦市地区からなる。ナイジェリアは民主的世俗国家であることが憲法上で規定されている。ナイジェリアの地には過去数千年間に多数の王国や部族国家が存在してきた。現在のナイジェリア連邦共和国の源流は19世紀以来の 英国による植民地支配と1914年の殿合併に求められる。英国は行政システムと法制度を設置した上で伝統的な主張性を通じたを行った。ナイジェリアは1960年に正式に独立し、1967年から1970年にかけて内戦に陥った。以来、選挙に基づく民主政権と軍事独裁政権が、 交互に続いたが、1999年に安定した民主政権が成立し、2011年の大統領選挙は、同国では初めて比較的ゆかつ公平に行われた選挙であるとされる。ナイジェリアは人口と経済規模からアフリカの巨人と称されることが多い。およそ1億8400万人という人口は、アフリカでは最大であり、世界でも第7位に位置する。 または、世界でも、非常に多い。同国は多民族国家とみなされており、500を超えるエスニックグループを要する。そのうち三大エスニックグループが、ハウサ人、イボ人、ヨレバ人である。同国のエスニックグループが用いる言語は500を超え、文化の違いも多岐にわたり、それにより互いに区別される。ナイジェリア連邦共和国の公用語は英語である。 宗教は大まかに南部のキリスト教と北部のイスラム教に二分される。少数はナイジェリア土着の宗教を信奉しており、例えばイボニーやヨルバ人の伝統宗教などがこれにあたる。2015年時点でナイジェリアの経済規模は世界第20位であり、名目 GDP は5000億ドル、購買力陛下は1兆ドルをそれぞれ上回る。2014年には南アフリカを 抜きアフリカ最大の経済大国となった。また GDP に対する国債の割合は2013年で11%に過ぎず2012年に比べても8ポイント低い。ナイジェリアは世界銀行からエマージングマーケットとみなされているほかアフリカ大陸における地域大国国際政治におけるミドルパワー世界規模でのともみなされている。ナイジェリアは広く 第2のブリックと目されるの一カ国であり、世界最大クラスの経済大国になると考えられているネクスト1 1にも含まれる。ナイジェリアは A 連邦創設当初からの加盟国であるほか、アフリカ連合、OPEC、国際連合といった国際機関のメンバーでもある。2014年に西アフリカでエボラ出血熱が流行した際には、この伝染病は、 ナイジェリア以外の3つの国では猛威を振るったが、ナイジェリアでは各国に先駆けて効果的に封じ込めと除去が行われた。また同国独自の保健容疑者の追跡法は有効性を買われ、後に各国で用いられることになった。例えばアメリカでエボラ出血熱の感染が確認された際にもこの方法が採用されている。2002年以降、ナイジェリア北東部では 世俗の統治機構を廃止シャリーヤ法の設立を目指す、イスラム教の過激派組織ボコ、ハラムによる暴力に見舞われている。2014年3月、当時の大統領グッドラック・ジョナさんは、声明を発し、ボコハラムの度重なる攻撃により1万2千人が死亡し、8千人が体に障害を負ったことを述べた。また同時に、ベナン、チャド、カメルーン、ニジェールとナイジェリアが共同してボコ。 ハラムを相当することを明らかにしたが、これは女子生徒276人が拉致された事件が国際的な注目を集めたとと、母コハラムの攻撃がナイジェリア周辺諸国に広がったことを受けたものである。同国の正式名称は英語のフェデラルリパブリック・オブ・ナイジェリアで、通称はナイジェリアである。日本語での表記はナイジェリア連邦共和国であり、通称はナイジェリアである。 ナイジェリアナイジェリアという名は同国を流れるニジェール川、ニジェールリバーから取られている。ナイジェリアという名前は19世紀後半に英国のジャーナリストであるによって使い始められたともいれるが、真偽は定かではない。ニジェールという言葉は元はニジェール川の中流域のみを指したが語源は不詳である。おそらく19世紀に欧州植民地主義が入り込む以前に、 トンブクトゥ周辺のジェール川中流域に沿って暮らしていた遊牧民のトゥアレグ人がこの川を指して呼んだイジェル、n i j ウェンの変化したものらしい。また民間語源としてラテン語のニジェール、黒に結びつけられることがままあるが、これは正しくない。ただし、綴りには影響を与えている可能性がある。また、ニジェール川の名前の由来はトゥアレグ人がこの川を指して呼んだ。 川を意味する、ニエジーレン、エヌエギレンないし、エジーレン、エギレンという言葉であるという説もある。この名がフランス人に伝わり、黒を意味する、ラテン語のニジェールとの連想からニジェールないしナイジェリアが生じたという。なお、ニジェール、ニジェールとナイジェリア、ナイジェリアは本来同じ地域を指すが、創始国をことにする両地域が別々に独立したため、 現在のように別の国を指すこととなった。紀元前5世紀から2世紀にかけて、国土の中央部のジョス高原において、ドグルで知られる、初期的器文化である、ノク文化が繁栄した。9世紀頃、国土の南東部、ニジェール川の三角州の付け根付近にあたるにおいて、青銅器製品を多量に伴う素晴らしい応募が作られた。 この地方では、イボ族その他のように指導者のない集団による人口の多い村々のネットワークが、アフリカ固有の平等主義と民主主義の概念によって管理されていた。10世紀から15世紀頃に、国土の南西部には、制度性などの素晴らしい彫刻で知られる、イフェオ国との素像で知られる、ヨルバ人の文化がで栄えた。これらの大胆なフォルムの彫刻は後に19世紀。 ヨーロッパに紹介され、20世紀美術に多大な影響を与えた。14世紀から18世紀にわたって南部にベニー王国が繁栄した。彼らは15世紀末に来航した、ポルトガル人から銃を取り入れ軍事力と王権を強化した。密林によって外部の文化から阻まれた南部と異なり、北部ではキャラバン交易、サハラ交易を通じきたアフリカから物資や 文化の伝播があり、イスラム教を授与した。チャドコ周辺には12世紀から13世紀頃、アフリカのキャラバン交易路の利益と軍事力で、カネム・ボルヌ帝国が前世を迎えた。この王家は19世紀まで続いた。また同じく、チャドコの西方に、ハウサ諸王国、都市国家軍が繁栄し、中でも19世紀には、フラニ族のイスラム神学者、ウスマンダンフォーディオが、都市国家で、 改革運動を開始したが、国から追い出されるという牧生活のフラニ族たちと協力して、ジハードを起こし、1804年、1808年、ソコトの町を首都に、北部一帯に、ソコト帝国、ソコトカリフ国、フラニ帝国を建国した。ナイジェリアの植民地化は、1472年に、ポルトガル人がラゴスを建設し、奴隷貿易の拠点とした時から始まった。 17世紀から19世紀を通じて、ポルトガル人、イギリス人を主体とするヨーロッパの貿易商人たちが、南北アメリカ大陸へ送る奴隷の増加に伴い、海岸に多くの港を建設し、彼らはナイジェリアの海岸部を奴隷海岸と呼んだ。19世紀には、イギリス軍が奴隷売買を禁止し、商品貿易にとって変わられた。1884年。 1886年にイギリス政府はジョージ・トーブマン・ゴールディ教らによる貿易会社を都市所得権を得、ナイジェリア一帯の支配を開始した。19世紀末にベニン王国は周囲のフラニ人のソコト帝国、ヨルバ人のおよ王国もろともイギリスに滅ぼされて、ナイジェリアは植民地化された。1901年から1902年、1903年には、 そこと帝国も滅亡し、イギリスとフランスに分割された。1901年王立ニジェール会社はとの二つの保護領に再編成され、1914年に、1914年から1954年に統合された。留学生たちを中心に、第二次世界大戦前から独立への動きはあったが、第二次大戦後ナショナリズムが高まり、自治領。 1954年から1960年となった。1956年、シェルは、おごに、ポートハーコートを中心とする、ニジェールデルタにあるで、原油採掘を開始。1960年、第一次大戦後旧ドイツ帝国植民地で、イギリスの新宅統治領となっていた西カメルーンの北部を編入して、それぞれが広範な自治権を有する北部州。 西部州、東部州の3地域の連邦制国家して完全独立を果たす。独立時はイギリス女王を国家元首としていただく英連邦王国であったが、1963年に連邦共和国憲法を制定し、大統領制に移行した。それと同時に西部州から中西部州を分割し、全4地域になる。しかし、議会では3地域の代表が激しく対立し合い、 人口の多い北部優位は動かず、それが東部との対立を深め、内政は混迷を深めていった。この混乱の結果、1966年1月15日、イボ族のジョンソン・アグイイ・イコールイロン氏将軍によるクーデターが勃発し、イロン氏が大統領に就任した。1966年7月28日、イロン氏大統領が暗殺されて、 薬部五分軍事政権が樹立された。五分政権は、連邦政府への中央集権化を図るため、地方を12州に再編したが、これに反発した、東部州は1967年、東部州の有力民族であるイボ族を中心に、ビアフラ共和国を建国し、独立を宣言した。これによって、内戦、ビアフラ戦争になるが、 1970年、イボ族の敗北で終結した。1975年、軍の民政移行派、オルシェ軍、オバサンジョ、ムハンマド将軍らを含むによるクーデターが成功し、ムハンマドが大統領に就任した。1976年、ムハンマド大統領は暗殺され、1977年、オバサンジョは最高軍事評議会議長に就任、新憲法を制定。 1979年、大統領選挙でシェフ・シャガリンが当選し、文民大統領が誕生した。しかし、多くの国民は民政化後帰って汚職や経済が悪化したと感じた。1983年の次回選挙で、オバフェミやオーローが勝ったにもかかわらず、ムハンマド・ブハリ将軍ら軍政派によるクーデターで、再び軍政に戻る。彼は、経済再生を約束したが、 強圧的な体制を敷いたため、経済はかえって悪化した。1985年再度クーデターが起き、イブラヒム・ババンギダ将軍が実権を掌握。彼は、最初人権を重視すると約束したが、次第に圧政に移行した。また、為替自由化などの経済改革は、ナイジェリアの通貨暴落を招き、何度もクーデター未遂を引き起こした。 1990年の新憲法で1992年の大統領選挙が約束され、疑問視されつつも実現したが、ババンギダは不正があったと主張し、やり直させた。1993年6月の再選挙で実業家が勝利し、ババンギダはまたも不正を主張したが、8月に引退し、文民出身の側近に一旦政権を任せた。 その3ヶ月後の1993年11月、1980年代の2回のクーデターにも関わったとみられるサニアバチャ将軍が実権を掌握した。サニアバチャは1998年の民政移管を約束したが、その一方で政党や集会、出版を弾圧し、多くの政治家や民衆運動家や政敵を牢獄に送り、ナイジェリアに圧政を敷き、 新憲法制定を伸ばし続けた。彼は、アフリカ随一の地域大国らしく振る舞うべく、リベリアの長い内戦を終わらせ民政移管する、プロセスに参加し、軍によるクーデターが起こった際は直ちに、リベリアに軍を派遣し、文民政権を守った。これによって、アバチャに、ナイジェリアの民政移管を期待した者もいたが、1998年、やっと約束通り告示された。 大統領選挙では候補者はアバチャカズトだけであった。しかし、選挙直前の6月8日にアバチャが心臓麻痺で死去し、7月7日にが死去した。後を継いだアブドゥルサラミ・アブバカールの政権のもと、1999年に新憲法が制定され、民政へ移行した。かつてのクーデター軍人オルシェ軍おばさん女が初の民主的選挙で、 大統領に当選した。2003年の選挙でも再選した。しかし彼は民主派の希望でもあった、司法長官が2001年に暗殺されたに関わったと言われるほか、ナイジェリアの汚職と腐敗が彼の時代になって最悪になったと言われ、国民の感情はこう半場している。おば三女は腐敗政治家を次々逮捕しているが依然政府の腐敗は深刻で、 多くの頭脳流出を招いている。2006年、オバサンジ大統領の参戦を可能にする憲法改正が否決され、2007年2月、アブバカル副大統領が大統領選挙の候補者名から除外され、4月、アブバカルの立候補を最高裁が容認した。2007年4月23日、選挙管理委員会は大統領選挙で、 国民民主党の生まヤラドゥアが当選したと発表したが国際選挙監視団は不正投票があったとして有効性を疑問視した2007年8月14日ナイジェリア中央銀行の総裁は2008年の8月から100内ラを1内ラとするデノミネーションを実施することを発表した2009年6月3日ナイジェリア中央銀行の新総裁にが就任 2009年7月26日、ボコハラムノが勃発。2010年5月5日、ヤラドゥアが病死し、副大統領のグッドラック・ジョナさんが大統領に任した。グッドラック・ジョナさんの就任期間は、ヤラドゥアの任期の残り1年を受けてのものであったため、2011年、再び大統領選挙が実施。グッドラック・ジョナさんは、イスラム教徒が多い北部出身のムハンマド・ブハリ、 元最高軍事評議会議長を下して再選を果たした。しかし、この選挙結果を受けて、カドゥナ州など北部地域で、暴動やキリスト教施設等への襲撃が発生。多数の死者や避難民が生じた。2015年3月の大統領選挙で、ジョナサンを破り、ブハリ大統領が誕生。ナイジェリアの政治は独立以来混乱が続いていると言っていい。 独立時の北部、東部、西部の三州制以来、政治の実験は人口の多い北部のイスラム教徒が握っている。票数を是正するための人口調査は1962年に行われたものの、各民族の対立により失敗に終わり、以後人口調査は行われていない。この人口調査の失敗は、各民族の対立をより先鋭化させ、ビアフラ戦争へとつながっていった。 三州の政治対立を緩和するため、政府は州を細分化していき、州の数は1967年には12州、1976年には19州、1996年には36州となっていた。この州の細分化により、旧各州の中心であったハウサ人、ヨルバー人、イボ人の三民族の求心力は衰え、新設された州で、 最大規模となった中小規模の民族の発言権が増大した。一方で、各民族ごとに投票行動を行う傾向は変わらず、未だに正確な人口調査を行うことができない状況である。1967年に起こったクーデターで、薬部ーンが政権を握って、以降、軍の政治的発言権は増大した。ナイジェリアでは、 軍事政権が民主化の意向を示さないことは少なく、政権を奪取すると数年後の民政移管を公約するのが常であったが、この公約が守られることは少なく、イブラヒム・ババンギダ時代には大統領選の再選挙や、向こう、サニア・バチャ時代には対立候補のいない大統領選などが行われ、軍は長期にわたってナイジェリア政治を支配してきた。 1999年に民主化が行われると、これまで政権を握ってきた北部が中央への反発などから急進化し、州方へのシャリーやの導入を北部各州が相次いで可決。これに反対する中央政府との対立が暴動に発展し、北部各地で暴動が頻発する状況となった。南部のニジェールデルタでは石油生産に伴う環境汚染などから不満を持った。 地域住民が急進化し、大部建設者いな知事件、ニジェールデルタ解放運動やデルタ人民志願軍など、いくつもの反政府組織やテロ組織、母コ、ハラムが武装闘争を行うようになり、治安が悪化している。潤沢な石油収入があるものの、政府の統治能力の未熟さと腐敗により、国民の生活には還元されていない。石油収入150億ドルのうち100億ドルが、 都不明のまま消えてゆく。2009年の腐敗認識指数は2.5で、2003年の1.4より、やや改善したものの、それでも、世界130位と下位にあることに違いはない。大統領を国家元首とする、連邦共和制国家である。大統領は、行政府の長として、実権を有する。大統領は、民選で任期4年、参戦禁止、立法府である。 国民議会は、任制。上院であるは、全109議席。各州3議席、連邦首都地域から1議席。下院であるは、小選挙区制で346議席。任期はいずれも4年で、両院同日選挙。サハラ砂漠以南のブラックアフリカの中では、南アフリカ共和国に並ぶ、軍事大国であり、現在では平和維持軍等の活躍に期待が寄せられている。 ナイジェリアは連邦制を採用しており、三十六の州、ステートと連邦首都地区、フェデラルキャピタルテリトリーによって構成される。州はさらに七百七十四の地方行政区域に分割されている。独立時は北部州、東部州、西部州の三州体制であったが、民族対立の先鋭化を招いたため、徐々に細分化されていった。 主要な都市は、アブジャ、首都、ラゴス、イバダン、ベニンシティ、カノ、ポートハーコート、カドゥナ、アバ、マイドグリ、イロリンがある。ナイジェリアは、アフリカのほぼ中央に位置し、南部は、大西洋のギニア湾に面する。西をベナン、北を、ニジェール、北東をチャド、東をカメルーンに囲まれる。同国の二大河川であるニジェール川とベヌエ川は、中部の古希州、 ロコジャ付近で合流し、南流して、世界最大のデルタであるニジェールデルタを形成し、大西洋に臨む。最高地点は、南東部のマンビラ高原のチャパルワ・ティ山ンの2419メートルである。国土は多様で、南部は年間約2000ミリメートルの高雨がある。熱帯雨林で広大なマングローブが分布している。カメルーンにかけて、 中型の猿であるドリルの唯一の生息域であり、世界でも顕著な多種の蝶が見られるなど、生物多様性の場所である。北部は、サフヘルと呼ばれる、半砂漠で、湖水面積縮小の著しい茶床がある。北の国境、南の沿岸沿いを除いた地域には、年間降水量500から1、500ミリメートルのサバナが広がっている。ナイジェリアは、 アフリカ屈指の経済大国であり、アフリカ経済の4分の1を占める規模を持つ。ナイジェリア統計局の発表によると、2013年のナイジェリアの GDP は約5100億ドルであり、日本の大阪府に兵庫県を加えたのとほぼ同じ経済規模である。一人当たりの GDP は3082ドルで、世界平均のおよそ30%の水準。 サハライナのアフリカで最初にオペックに加盟を果たし、アフリカ大陸ではエジプトと共にネクスト11にも数えられており、日本を超える人口の多さも相まってアフリカ最大の規模である。この GDP の規模は世界24位であり、G20 のすぐ下につけている。石油生産量世界12位、輸出量世界8位の世界有数の産油国である。かつては石油、 ガス産業が GDP の4割を占めるなど、原油収入に依存した経済構造であったが、2013年現在では GDP の14.4%へと低下しており、経済の多角化が進んでいる。石油以外の産業としては、流通、小売などのサービス業が GDP の17.5%を、金融、不動産業が14.6%を占めており、 また2008年時点では GDP の3%未満であった IT 産業や製造業も2013年にはそれぞれ12.2%と6.8%とへと拡大を続けている。しかしながら超税機構の不備から今日でも政府の歳入の7から8割を石油産業に依存した状態にある。多角化の一方、国民の半分は 農林水産業に従事しており、中でも主食であるキャッサバやヤムイモの生産量は世界一である。また、輸出作物としてはカカオや天然ゴム、ゴマの栽培が盛んである。トウモロコシの生産も行われているが収量はヘクタールあたり2トンと著しく低い。国内の市場そのものは大きいのだが、国民の大多数が貧困に苦しんでいるため、購買力が低く。 市場を生かしきれない。それでも国内市場向けの産業は少しずつ成長してきている。2008年には食品工業やセメント製造を中核とするナイジェリア国内最大の企業グループの一つであるダンゴートグループ総水アリコダンゴートがブラックアフリカで初めてホーブスの長者番付にランクインした。最大都シラゴスはアフリカ最大級の大都市だが 集まる人口に既存の都市機能が追いつかず、渋滞によりバスタクシーなど交通機能は麻痺寸前になっている。地方との交通網は1980年代以前はかつての創始国であるイギリスが付設した鉄道網が機能していたが、インフラの維持に手が回らず後輩、多くは自動車やトラック輸送に転換されている。こうした傾向は、 ラゴスをはじめとした都市の渋滞に拍車をかけることから、政府は鉄道の近代化プロジェクトに着手。中国からの借還により資金を融通。中国企業との協力でラゴス州レッキー半島にレッキー自由貿易区を設置、現在建設を行っている。2006年からはラゴスやポートハーコートから各都市への鉄道網の再整備に乗り出している。 ナイジェリアの学校教育の水準は比較的高く、また電子機器やプログラミングなどに関する教育も盛んであるが、高度な教育を受けた学卒者たちの多く、4分の1以上は失業状態にある。そのため、いくつかの若者が不法移民輸送や麻薬密輸ほか、インターネットカフェから世界中にスパムを配信する、インターネット詐欺、いわゆる、 ナイジェリアの手紙詐欺など犯罪に関わる状態があるという。その他、暴力犯罪でもヨハネスブルグ、ナイロビ等と並び評判が悪い。おばさん女性権は詐欺、経済犯罪や暴力組織の壊滅に向け、世界各国の捜査機関と協力しながら努力している。ナイジェリアはアフリカ最大級の人口を要する国家であり、アフリカの総人口の1、 5から1、4がナイジェリアに居住する。250以上の民族、部族が居住する。北部のハウサ人及びフラニ人が全人口の29%、南西部のヨルバ人が21%、南東部のイボ人が18%。以下、イジョ人10%、4%、3.5%、ティブ人2.5%、他に、エビラ、イガラ人、オゴニ、アンガス人らがいる。 民族紛争が相次いできたため現在では州が細分化されている。これにより中規模民族の発言権が増大したが、これにより三大民族によって抑えられてきた各州の主導権争いが本格化し、民族紛争は減少しないままで、少数民族には苦難が続いている。ナイジェリアでは方言を含め521の言語が確認されているが、 現存するのは5 1 0であると考えられている。議会や官庁で主に使用される、事実上の公用語は、旧支配者の言語である英語であり、議会では多数派である、ハウサ語、ヨルバ語、イボ語の使用のみが認められている。初等教育では母語によって授業が行われるが、高等教育においては英語のみを使用。言語の面でも、少数民族の権利が侵される事態となっている。 主に北部ではイスラーム教が、南部ではキリスト教が信仰され、その他土着のアニミズム宗教も勢力を保っており、内訳はイスラーム教が5割、キリスト教が4割、土地固有の伝統信仰が1割となっている。北部はムスリム地区である。スンナハムスリムが主流で、シーアハムスリムはほとんどいなかったが、イランがナイジェリアで支持団体を通じてシーアハ、 イスラーム革命思想の布教を行い、現在は二百万人のシーアハムスリムが存在する。北部のマイルグリは、イスラム過激派組織、ボコハラム結成の地である。独立後、キリスト教とイスラーム教が対立する、宗教間紛争が多く起こった。1982年には、カノデ、モスクの近くに大聖堂を建てる計画に反対して、暴動が、1986年には、 ババンギナ軍事政権はイスラム国会議機構の正式メンバーになることを秘密に決定していたことが発覚し、教会やモスクの破壊が続いた。さらに、1987年のカズナ州の暴動では19人の死者、数千人の負傷者が出た。また1990年にはクーデター未遂が起こり、1991年にはカチイナ・バウチで暴動。 1992年カドゥナ州、ザンゴンカタフで暴動が起こった。2002年は25%以上がキリスト教であるカドゥナ州でシャリーアを導入するか否かで構想が起きた。2010年3月にはベロムでイスラーム教徒がキリスト教徒を襲撃する事件が発生し、500人以上が殺害された。2010年7月にかけての数ヶ月間に同様の事件が複数起きており、 地元の人権団体によると、女子周辺だけで1500人が殺害されているとされる。教会の建物も、その際に破壊されるケースがある。学生は、初等教育6年、初期中等教育3年、後期中等教育3年、高等教育4年の6から3から3から4、生である。義務教育は、初等教育の6年間のみ、教育言語は英語である。 就学率は初等教育で60から70%と低い。2003年の15歳以上の人口の識字率は約68%、男性75.7%、女性60.6%であると見積もられている。主な高等教育機関としては、ナイジェリア大学1955年、バダン大学1948年、 ラゴス大学、1962年などが挙げられる。伝統的には、結婚時に女性が改正するが、法的には、どのような性に改正することもしないことも可能で、改正しない、夫婦別姓も、複合性も、近年増えている。ナイジェリアは、南アフリカ共和国と同様、自国内に出版産業の生産、流通システムが確立し、 文学史上が成立しているブラックアフリカでは数少ない国家である。文字による文学は最初期のものとして奴隷となったイボ人が英語で書いたアフリカ人イクヤイーノの生涯の興味深い物語1789が挙げられイクヤイーノは現在もアフリカ文学に大きな影響を与えている。首都王の先導者で知られるヨルバ人のウォレショインカは アフリカ初のノーベル文学賞、1986年、受賞受賞作家とな。ヨルバ人のエーモス・チュツオーラは、で知られる。現代の代表的な作家としては、40カ国語以上に翻訳された、1958、ノイボニンのチヌアーチェベ、ビアフラ戦争をテーマとした、ノイボニンのチママンダンゴズ・イアディーチェが知られる。その他、ケンサロイコール・ウィワ、などの名が挙げられる。 クラシック音楽においては、植民地時代から独立後にかけて活躍した、フェラソワンデの名が特筆される。19世紀に西アフリカよりラゴスに伝わった、は、1920年代に入ると、夜和食を強めて土着化。1930年代には、西洋楽器や三尾化のハーモニーを取り入れた、が、成立、音楽は発展を続け、1980年代にキングサニー。 アデにより流星期を迎えた。また、イスラム文化の影響を受けた、ヨルバ人のにより、二十世紀初め頃に、が、成立、九百四十年代に流行。対抗するように、トーキングドラム、ドゥンドゥンのアンサンブルによる、も発生した。ラマダーンの時期に、目覚ましとして使われていた音楽は、えっと発展し、九百六十年代にはにより、が生まれた。富士の名称は、 日本の富士山に由来している。1950年代にガーナより伝わったハイライフやアメリカ合衆国のジェームス・ブラウンらのファンクなどの影響を受けたアフロビートは1960年代後半にフェラクティラにより生まれた。アフロビートはフェラの死後もフェミクティやシェウンクティラに引き継がれている。 ビデオ機材の大衆的普及により1990年代からビデオ文化が盛んになり2010年頃にはビデオ映画の年間制作数は2400本を数えインドに続き世界2位である人口10億人以上のインドとほぼ同数の作品が制作されているわけなので人口比あたりの映画制作数では間違いなく世界1位である ナイジェリア全土で作られる映画は、ナリウッドとも総称され、ナイジェリアの三大言語である、ヨルバ語、ハウサ語、イボ語、そして英語で作られている。制作される映画は、英語のものと、現地語のものがほぼ半分ずつだと言われている。ナイジェリア連邦共和国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された、文化遺産が2件存在する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。